Podcast。音の葉に乗せてです。11時台後半、曜日代わりのコーナーをお届けしております。月曜日平安散歩です。皆さんを平安時代に誘えればと平安時代の人物や文学お話ししています。今年は NHK 大河ドラマが光る君へ紫式部が主人公の物語、紫式部その周辺の人物や当時の出来事などなどお話をしております。暑い日が続いていまして、もう各所ね、30度を連日上回る日なんていうのもあるようです。熱中症で搬送なんていうニュースも毎日のようにどこかしらでね、起きていること、耳にしますよね。平安時代も実はね、夏相当暑かったんじゃないかっていうふうに言われています。この頃地球は気象学的には中性温暖期というんだそうですけれども、平安時代も30度を超える真夏日がね、結構あったんじゃないかって言われています。といっても現在のように温度計があるわけではありませんので、実際に気温が何度でってそういう記録が残っているっていうことではないんですが、じゃあなんで平安時代の夏暑かったってわかるのって、例えば木の年輪とか、あと何度っていうことじゃなくても、やっぱり文献にはですね、こういう花が咲いてとか、こういうことが起きてっていうのが書かれているものがいくつかあるわけです。そういうものからこう見て、非常に平安時代の夏も暑かったんじゃないかなっていうふうに言われています。その平安時代のこう暑さっていうのが伺い知れるような和歌もいろいろありまして、衣替えをテーマにこう和歌を読んだっていうことがあったんだそうですけれども、その時にね、夏に入ると衣替えしてこう薄い着物になるんですけれども、当時のその夏の着物ってね、特に貴族が着ているようなものは、もう肌の色が透けるほど薄かったんだけれども、その一枚さえももう暑くてね、こう見苦しいって、もう見てるだけで暑いっていう状況だったっていうことが枕草子の中にも書かれていたりいたします。じゃあ平安時代の人たちはどんな風にこう涼んでいたのかと言いますと、今みたいに扇風機とかエアコンあるわけではありませんよね。せいぜいかこう扇で仰ぐくらいなのかなって思うんですけれども、まずね、住居なんですけれども、平安時代のお屋敷ってね、とっても大きくて神殿があって、そこから左右対称に東の帯西の帯なんていう風にこう帯の屋って言われるような居住スペースがあったりするんですけれども、そのこう居住スペースから渡り廊下のようなものをこう渡っていきますと、一番こう突き当たりのところが釣り殿っていう風に言われるスペースで、そこお庭にこう突き出ていまして、そのお庭には池があったりするんです。その池もね、進むためっていう風にも言われているんですね。すごく見た目にも豪華で、なんか池のあるお庭ってね、なんかお屋敷っていう感じがしますけれども、その池もこう涼を取るものなんていう風に言われています。ちょっと平安時代の今回の光る君でというよりは、もしかしてですね、よく江戸時代のね、大奥とかドラマ化されますよね、映像化されますよね。その時にこう廊下を渡っていったこう突き当たりが、こう外にこう突き出ている感じで、お庭があるところでちょっとこうなんか姫君なんかがねお話しされてっていうシーンを思い浮かべられる方いらっしゃるかと思いますが、まさにあれ釣り殿です。その釣り殿で漁を取っていたりということもありました。といってもね、外の気温が高ければ、釣り殿で漁を取る池ね、こう水辺のこう様子が涼しいとはいえ限度がありますよね。やっぱりね、当時の人たち漁を取っていたのは氷だったんですよ。氷も今みたいに製氷の冷凍庫かとかあるわけではありませんので、冬の間にこう池とか川とかに張った氷をですね、切り取って氷室というところに保管をして、そこから運ばれてくるということになりますので、
その氷の冷たさっていうのを感じられたのは本当にね、ごく一部の貴族だけだったんじゃないかなっていうふうに思います。でその氷をどんなふうにしていたのかっていうと、ご飯にね、氷のせて、今だとなんだろう、冷やし茶漬けとかそういう感じになるんでしょうか、そんなふうにね食べて、いたりっていうことがあったんだそうですよ。あと本当にごく一部ですけれども、氷削って今でいうかき氷ですね、あんなふうにして食べていたということで、それ枕草子の中の当てなるものって、高級で貴重なものとか珍しいものとか、そういうものを集めた段ですけれども、そこにもね記されていたりで、結構夏場になるとですね、平安時代というか日本で初めにかき氷らしきものがこう記されている書物の記述ということで、枕草子紹介されたりとか、清少納言がねかき氷食べてたんじゃないかみたいな話が結構出てくることがあります。そのお話もまたね来週以降のどこかでっていうふうに思うんですけれども、同じ清少納言の枕草子の中にはですね、あるすごく暑い日の真夏の、様子っていうのが記されているところがありまして、それ忌み中暑き昼中にっていうところ183段かななんですけれども、忌み中暑き昼中にいかなる技をせんと扇の風もぬるし秘密に手を浸し、もて騒ぐほどにっていう文章のところがあるんです。どういうことかっていうと、すっすごい暑い夏の日中にもうどうしたらこの暑さを和らげられるだろうかということで、扇で仰いでみても扇の風もぬるいしって、氷水に手を浸してみたり、氷を手に持って騒いでいるところに、真っ赤な薄用の手紙が届いて、カラナデシコの立派に咲いた花に結びつけられていて、で取り次ぎのものを、ね、持ってきてくれたんだけれども、この手紙を書いた時の暑さとか、こちらへのこう気遣いっていうのが感じられて、もう氷をもてあそびながら飽きずに持っていた扇も思わずこう下に置いてしまうほどでしたよっていうようなね、そんな文章なんです。暑いわねって、もうどうにかしてこう涼しくならないものかしらって、扇で仰いでも空気ぬるいし、氷水に手を浸したりとか氷持ったりして、こうみんなで大騒ぎしてるんですよ。でそこにね、まず氷があるっていうのは、本当に氷は限られた人にしか手に入らない贅沢品でしたから、すごくそこが高貴なスペースっていうのがね想像つくと思います。今光る君へに、清少納言が登場するシーンありますけれども、今清少納言が仕えていた中宮亭子がちょっとこう苦境にあるようなシーンが描かれていますので、なんとなく亭子サロンが映るとちょっとこうどんよりとした空気が流れるっていうか、もうこの先どうなるんだろうみたいな感じなんですけれども、枕草子に描かれている亭子サロンというのはすごくなんかみんな明るくってね楽しそうで、そしてこうなんだろう、こうウィットに富んだ、こう機知に富んだようなやり取りがあったりっていう、そういう空間で、もちろんそういう日もたくさんあったと思うんですよね。ちょっとねこうドラマから想像する亭子の周辺とは雰囲気が違うのかなって思うんですけれども、とにかくこうみんなでキャッキャキャッキャしながら暑いわね暑いわねってしていたところに、カラナデシコの立派葉に咲いたお花にですね、真っ赤なこう薄用でに書かれた手紙が結びつけられているものを取り次ぎの人が持ってきてくれたということなんです。ちょっとねこの手紙にどう何が書かれていたのかっていうところまではわからないんですけれども、カラナデシコっていうのはナデシコってね、大和なでしこなんていう風に言いますし、なでしこジャパンっていうサッカーの女子日本代表のチームのね愛称だったりします。古くからこう女性に例えられる機会が多い花ですけれども、それによく似ている花でカラナデシコ、赤竹っていう風にも言いますけれども、そういうお花があります。で平安時代っていうのは国風文化で、日本独自のこう文化が花開いた時代って言われてますけれども、それ以前の時代は唐から伝わってきたものがいろいろとこう素敵に文化を形成していた時代ということになります。国風文化も日本独自のと言いますが、それ以前のその古都から伝わってきたあれこれをこうベースにして、そこから日本独自にいろいろ発展した文化っていうことになるんですけれども、
やっぱり花なんかもね、随分唐から入ってきたものとか、その時代にすごく皆さんがね、好きで、もてはやしていたものとかめでていたものっていうのがまだまだ残っていたんですね。で、清少納言は枕草子の別のところに唐なでしこもいいんだけど、その日本の猫なでしこも素敵みたいに書いているところもありますが、ここで届いたのは唐なでしこだということなんですけれども、すごく立派なものにですね、薄用っていうのは和紙の種類なんですけれども、すごくね薄い、上品な上質な紙なんです。それが真っ赤だったそうなんですが、そこに手紙が歌が書かれていてね、なでしからなでしこに結びつけられていたということなんですね。本来だと真っ赤だし、ちょっとこの暑い時に真っ赤な紙に書かれた手紙来たよって思うかもしれませんけれども、本当にその光景が美しくて、で、その内容もいろいろと気遣いがあってということで、もうそれまでパタパタと仰いでいた扇も下に置いてしまうくらいでしたっていうことが書かれております。もしかして清少納言は本当に感動してということではなくって、何せ清少納言のことですから、この暑い時にこの赤い紙かよって思って、ちょっと嫌味だったのかもしれませんけれども、こんな風に夏の暑い日、過ごしていますよという記述も清少納言枕草子の中には出てまいります。今日はですね、その夏の暑さがうかがい知れる、そして平安時代の人たちも氷で涼をとっていたということがわかります。枕草子からの、一文、忌み自由暑き昼中にというところをご紹介しました。 See you in the next episode.